さ、座るはモノロフさん。もう紅白常連となったお二人、モノノクさん、お、ジョンフンをいきなり選択している。で、アッキーさんはシンゴ。なんか目まぐるしいこの読み合い。あ、モノノクさんが、あ、バネッサ、いいキャラですねこれ。俺このキャラ実は好きなんですよ。で、あとはセス、アッキーさんは裏社とバイスが入ってる。あ、バネッサ出てきましたね。ダヤシロとバネッサ、なんかレシオで一番低い組み合わせみたいになっている。あー、シャガディはキャンセルいかない。あー、フットバシ、これ結構判定強いですよね。フットバシあれとジャンプギアとかも強いんですよ。おーっと、まとわりついていく。フットバシを決め、さあこれはアッキーさん厳しい。動くな、あー、これはさ、つながる。この投げまで決めて、あー、取っちゃった。俺バネッサ1回でいいから取りたいんですよね。で、中堅がキングトマン出てきた。あー、シャーディー、これよくある。あー、これもよくある。あの波動 B の落ちてくるとき、ほんと紳士的な落ち方してきますよね。あれシュッと、あー、ソバット中盤。あー、よくあるのが2回起こり、セットが乱れちまう。さあ、エージェント対高校生が出てきたか。そう、ちょっと画面離してですけど、シンゴは5番に追い出されている。さあ、ゲッチュー、石橋ドッカン、アイヤー、もう3段目まず出なく、下がり、出や、出や、あ、下がり、あの下がりキャンセル聞いてほしいんだよ。あー、信号キック、クーを切る。あー、モヒカンがしゃがみ強パンチに当てて死んでいく。さっき言った、岩手の方にいるソフトモヒカンさんって方がいるんですが、その人モヒカンじゃなかったです。なるほど、モヒカンさん見てるかなこれ。一応画面的に手振っときます。これは天部客、そしてトンカツさんが実況席に来てくれました。僕の魂キャラが実況に着いた瞬間即死してました。即死してました。そして今日裏攻撃ありましたね。あ、そうですね、今日裏攻撃クレオパトラフォーチュンでしたっけ。マリオブラザーズがありました。レインボーとかですよね。そうです、そうです。さあ、大将はバイス対ジョンフン、無駄です。わかんで、お帰りいただいて。楽しい、楽しくない。あと、セカンド3回の刻みは難しいぞ。さあ、これどうなんでしょうね。こうなるとなんか相手を画面端で取れたら五輪中だと思うんですけれども、あと発動はできない。起き上がりが遅いからタイミングが取れるんですからね。これはどうなる。ああ、投げて、投げて、バースも4ゲージ。ああ、ダウン効が、危ない、いけない。楽しいね。さあ、アッキーさんの連勝。さあ、はい、野試合見てたんですけど、とんかつさんに一言言われたんですけど、はい、最近男キャラ使ってるらしいんですよね。とんかつさんがですか。とんかつさんがです。なるほど。信号以外で。あのとんかつさんが、まあ、そのうちの2人キャラがもう入ってるんですけどね。なかなかあのむさ苦しいというか言い方を、ね、言い方が悪いですけど。しっかりマチアは入ってますね。これある意味マチアがジョンフンとかだと誤射さんになっちゃいますよね。
あ、確かに確かにそうですね。あ、そしてアッキーさんはまた浦安の、はい、カレー色です。なんか言おうとしたんですけど、はい、忘れました。そんなこと言う必要はないんですけど、なんだっけな、忘れてた。あ、そうそうそう、思い出しました。とんかつさんなんですけど、はい、なんかこういう言って多分いいのかな、わかんないけど、あの、まあ、新宿片桐という異名があるじゃないですか、はい、なんか、どっかのゲーセンでサーティンやってたら、声をかけられたらしくて、はい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 、とんかつさんじゃなくて、新宿片桐さんですかって、ですよねって声をかけられたらしいですよ。職さん、それ俺昔とあるゲーセンで、はい、すいません、バネッサさんですよねって言われて、なるほど、まあまあまあ一応、間違ってはないですって言ったんですけど、いやすごいですね、やっぱバトルマニア覇者は知名度がありますね。あのネタ知りすぎてこの前共感のコメントの嵐でしたからね。賞賛だ、賞賛のコメントの嵐、はいはいはい、なるほどなるほど、いやすごいよ、なんか動画とかも上がってるんですよね。あ、そうですね、はい、バトルマニアのね。はい、というわけで、試合の方に一回戻っていきたいと思うんですけども、さあ、おっと、駒投げミスかな、入ってる、とんかつさんが、おー、冷たいしゃがみし、さあ、少しラルフ、仕事したといった感じでしょうか、そして第2の男キャラ、後ろ、やすい表なんですね。ここですね、インパクトの性能がたまらず好きらしく、確かにこれですね、シンゴの波動っていうかあれとかに多分確定するんじゃないですか。あ、アッキーさんきつい、だからこのヤシロ勝てばまだ生まれてくる、あ、例の組み合わせになると、これはトンカさん、いや、新宿片桐さん負けられないですね、ここは。いや、なんかあえて言いたくなったんですけど、あー、これは、これはあそこ C 前とかにするとやりやすくなるんですよ、ね、あれ近いんですよね、背面だと、だからあれになりやすいのか、なるほど。最後はしゃがみ C で暴れて、これは現実になってしまう、これはありますね。ラウンド実際どこがきついんだろう、まあ、やっぱエモニーとかも、まあ、打っても簡単に跳ね返される、あっ、あらららら、なんかそういうことを言っている暇もなさそうですね。さあ、ここはあるか、あっ、危ない、ここでいく、やばい、確かに単純にこう町屋側が触りづらそうですよね。ですね、これ。しかし、なんとか保っている感じ。跳ね返して。おお、これはうまい。うまいもの。さすがにやっぱり対策というか、しびれ組み合わせだけにいろいろやっぱしてますね。さあ、追いついてくる。どうなるか。あー、危ない、届かない。あー、最速奈落。さあ、判断が早かった。奈落が早い。来たのはアッキーさん。はい、ありがとうございます。Y と J がこぞっての試合やってるのでつなぎというか入っていただきました。黒崎メジャーロードの対戦会お疲れ様でしたさんです。02の対戦会ですかね、これは。黒崎ってどこですか。あ、あ、そっかそっかそっか、新潟か。新潟って行くともうなんかね、うん。はい、というわけで試合の方を見ていきましょう。なんかお互い浦安城が入ってる気がしますが、なんかこのキャラ戦の流れがなんか今回おかしい気がしますが、あ、今日俺の変なキャラ使ったか、まあいいや、とりあえずやっていきましょう。マキシマ対浦安城、これどっちが有利なんだろうな、まあ、なんか浦安城の方が基本的には有利に進められそうですが、やっぱ一回こう近づかれると浦安城厳しそうですね。これはマキシマリフト当たらず、流れが変わるか、あー、しばらくに飛び込みたか、投げがお互い決まらず、最後は打撃に潰される。マキシマが先制、続いてシンゴ、強キャラと呼ばれるキャラが勢
キャノも出てない気がする。この中だと、まあ、パオなのかな、一番強いのは。どうなんだろう。さあ、ゲッチューから、うわー、相打ち。ボディープレスと禁止が相打ち。シンゴの禁止は2だっけ、3? 2フレでしたっけ、3フレ相当早いんですよね。気がしの時からそうだっけね。さあここは無敵の矢が刺さって、起き目は裏に回ってもう一発。さあ今度はおっと、もう一発貪欲に行くが、ここはスカル。さあしかし攻めは継続している。ダメ端もう一回掴んで、ちょっとやりたい放題か。さあ全然来た。あーすごい喧嘩になってる。さあさあ激しい、やばいこの試合。さあ何回掴んでんだって感じだけど、つながっている。あんだけ掴んでもなんか半分ぐらいしか減ってなかったですね。まあその後のあれですかね、タクが大事ですからね、やっぱね。さあしかしなんだかんだでこの黒崎さんが勢いに乗って頭も投げている。おっとここはこれギリギリ残るか。さあ残って、いやあれは最終弾だけでしたっけ、ガーキャンできんの。あれ多分先端ぐらいの前で出されたら前転しても多分無理だよね。ここはうまく取るな、あの一発。どうなんだろうな、これもなんかちょっとお互い難しそうですね。今踏みつけて発動。さあ天空の覇者になりたい、なりたいだけっぽい。下突きに投げて、さあ展開がすげえ早い。さあ常にお互い動いている感じがある。中段からおっと、さあ動きまくる。さあさすがにやりすぎた感がある。さあゲームオーバー。はい、ですね、今の状況を説明しますと、残るメンツがですね、あの Y さんと J さんだけなんですけど、2人ともの試合で、まあ、連勝というか勝ち続けているので、なかなか紅白戦に行けないと。そこで来たのが 1P、 この男キャップ、アッキーさんが涙目という状況になっております。まあここはしょうがないですね。はい、ここはしょうがないです。はい、はい、はい、こんばんは。どうしてこんなことに。そうですね、もうアッキーさんからしたらもうたまったもんじゃないですけども。さあしかしこの連勝の勢いのままアッキーさんにも頑張っていただきたいですね。ラウンド1。さあアッキーさんの方は本キャラですかね。そうですね、さすがに浦井さんは使っていられないと。さすがにあんなキャラ使ってられると。なるほど。横田もまあ最近よく使うようなこのキャラ戦ですね。両親ですよ。なるほど。まあ、気づけば体力半分以上ない。まあ、しゃがみし潰して。さあ、座高高いキャラは山崎の立ち合いがかなり鬱陶しいと思うんですが、うまく返しちゃってます、ね、あー曲がった。キャンセルにならず。先鋒戦はキャプテンの今日が取る。これは届かない。はい、あんまり経験はないと思いますが、どうですか、ベニマル使ってる人としては。なんかやっぱキャプテンずっとやるとここはコンボミスってしまう。あのキャプテンなんか上見すぎてて取りが通らない、怖くてしょうがないんですよ。リョウとかとやってる時も同じような感覚に陥るんですけど、横と上のそのバランスが良すぎて、牽制合戦とその飛びの対空がですね、キャプテンあんまり前にそこまで来ないんで、前に飛んでこないから。でも、はい、そうですね、飛びは基本的に今相当うまく飛ばないと落とされてしまう傾向にあるので、やはりベニマル自体は飛びジャンプ攻撃は強いですけど、飛び自体は上は緩いですから。そうなんですよね。しかしここはうまく体育は出ていたが空を切る。
なんかキャプターとやると牽制が地上戦をなんか余儀なくされる感があるんですよね。確かに、ね、なんか我慢してるとなんか勝ったときなんとか勝ってもこのクリスに剣が持ったりあるという状況が非常に多いですもん。多いですね。俺も多いです。はい、ウィナー楽しかったです。さあここはキャプターが難なく取り返して大将戦を迎える。さあ子供対決、はい、エージは同じぐらい、相当状況的にはボブに近い。 あれですね、パオはライダースタンプの拡張とかあんまりなさそうです。あっと、これは使っていく、ま、いかない。さあ、うわー、奈落が刺さって、アッキーさんが勝利。これはできる、さすが子供や。ウィナー、さあ、スワルは YD。 さあ、キャラクターは名前が YD の後にハートがついてるんですけど、ちょっと殺意が湧きますね、これは。ちょっと気持ちはわすごいいい顔してる YD さん。いや、嘘です、可愛らしいですというわけでやっていきましょう。さあ、キャラクターは YD さんも本キャラですね。これは殺しに来てる、子供は許せないと。なかなか難しそうですよね、お互い。周りの管理が非常に大事。しかしこうなってしまった時が、あ、苦しい。山崎側の方がやっぱり玉をガードした後の展開が良くないと思うので、そうですね、前返しあるけど、佐久間の球見てから使い分けるの無理だと思うので。そうですね、今日とかめちゃめちゃ早いから。そうですね、でカウンターヒットした日にはもう目も当たらないですからね。はい、あと裏タクの球ってなんかすげえカウンターで減りますよね。めっちゃ減りますね、あれ。あれ、よくない。よくないですね、性能も相当いいですね。あっと、開幕目線から半分ちょいか。開幕6割消し込む。わー、よくあれ釣られなかったな。さあ、しかし展開が、アキさんも耐えてる。相打ち昇竜を出したが、球が飛んできた。ラウンド、さあこれはさすがにパオといえど苦しい状況。うまい、無事当てて。さあ確かパオってこのゲームで一番苦手と言ってもいいぐらい裏方がきついんですよね。あ、なんか聞いたことありますよ、もうらしいですね。さあ殴って、子供がここ穏便に、あっと勝負出てますね。はい、前へ出る、前へ出る、ゲージが欲しい。あ、取った、よく取った今。あー、おっと、ちょっと前だから当たらなかったっぽいな今の。うわー、あそこでまだ立ってる。あー、さあ、YD さん強い。J がちょっと待ってと。はい、おそらく最終戦でしょう、これが Y vs J。 はい、さあ、ザムコさん、今日は前髪を切りすぎて開幕ぶっ破していく、普通な叫びを上げているがぶっ破していくスタイル。いや、けど、そのおかげが分かんないですけど、さっき M に何回か勝ってたんで。なるほど、なかなか効果がプラスに働いてるまでありますね。なるほど、闇は女の命です。そうですね。でですね、これよくダンコさんが相当悶絶してるんですけど、やっぱきついんですかね。マリーは悶絶するでしょう。まあきついですよね、球がもうとにかく邪魔ですよね。そうですね、マリーはやっぱり飛び鋭いけど、鋭いそうですね、飛びすぎてやっぱり球きついですね、これ。まあ受けて台足当てる、うまいけど受けるわ。転がるのはそこじゃなかった。あ、しかしなんとか食らいついてはいる。さあ、リードしてるぞ。あっと、うまい。あのジャンエーガーキャンとか釣れるんですよね。あ、そうなんですね。はい、なんていうか
すごい低い位置まで判定があるんで、あーなるほど、早出し市場でガードできる、早出しして低めで重なってガードしたり、はいはいはい、あとビンタが当たる、あビンタ手坂で返して甘い、あ後目甘い、あージャンプし、はいえ、あとワンがビンタがワンヒット、さあ噛み合ってるぞ、投げて、あーすごい当たりましたさあJもガン切れあれ本当あるよな、あの当たり方あるある。さあ中堅マックだ、全剣が噛み合っていく、手張りでお帰り、投げて、さあこれはあるんじゃないか、相当いい状態、あれ J 優勝したことある、さあ優勝がかかるこの試合、前髪パッツン効果かこれパンチありますねこれは、あっとあそこは繋がっていない、トレイになってましたね、さあ強気に、あゆじあゆじ、あと回復して、これはお見事、終わったと一言終わったと、任務完了、さあ子供対教官、あ裏からうまい、よく見ている、そこは1ゲージ、さあなんとかバオバ一発を決めたいが、さあ返して、はい、あれ優秀ですよね本当に、投げて、さあどうなる、まだあるか、バーキャン投げて、投げて、これは4ゲージあるぞ、おっと、そう、うまい、これでどうなるの、あー、うん、あー惜しい、垂直避けたところ、惜しかったな、面白い試合でしたね、面白かったですね今の、ウィナーはじめてください、さあエキストララウンドギリギリ到着した、はい、Q さん、 Q さんが到着、もう Q さん今腕鳴ら、あの指鳴らしてましたよ、ボキボキボキ、かやる気満々じゃないですか、やばいっす、やばいっす、これは Q さん K ダッシュなんか使ってますよ、どうしたんですか色気出しても、なんかたまにというかちょこちょこ使ってるのは見ますね、しかしこの組み合わせが、まあ、間違いなく K ダッシュ指なんですけど、ワイさんの経験値っていうか、あの対策がすごすぎてすげえうまいんですよね、これはコンボ入れて、この状態になるとやはり K ダッシュとかも関係ない状態になる、今のうまいですね、うわうまい、ワンサイドに近い状態、さあ中堅は裏ロバかな、これ裏です、さすがにこの状況で色気出して表使うやつはいませんね間違いないですね、はい、表使いっていないですよね本当に、表は見たことないですけど、僕の友達はなんか強すぎて使えないって言ってましたね強すぎて強すぎて明らかに裏ロバ強いから裏使った方がいいよって表のちょっと弱いというか、なんでしょうね、裏ロバ完全に優れてるのがまずいですよ、まあまあそうですよね、さあ通常技にも違いあるんですよね、はい、そうですね、吹っ飛ばしとかも見ると一目瞭然というか、吹っ飛ばしが本当に違いますよね、そうですけどアッパーとかも裏の方が1フレ早いんですよね、あそうなんですね、そうそうそう、あそういう細かいあれも違うんですね、前も確か違うんでしたっけ、前もそうかな、裏の方が遅いのか、そう前は、なるほど、さあそんなこと言ってる間に、はい、そんなこと言ってる間に裏ロバがいなくなってしまった、投げて、こっから投げる、まあ、でももうこの状態とかだともうかえって、まあ、クラークとかの方がワンチャンというかね、確かに
まあ、もっといいキャラもいますけど。あーいやー完全に読まれている。さあさすが YD ハート貫禄の勝利ですね。もうはい、これで終了になります。さあ YD さん優勝です。優勝おめでとうございます。何か一言あれば。ナルトさんいなければな。なるほど、確かにいない今日。あでもナルトさんいても YD さんなんかひどい勝ち方をしてるの何回か見たことあるんですけどね。なんか台足出せば勝てるとこわざと中断にして殺したりとか。覚えてます覚えてます。まあとりあえずはい、最後すごい試合でしたね。はい、はい、というわけで、何回で見でしたっけ、第146回 KF ゼロニウム紅白戦、これで終わりたいと思います。はい、まもなく150なので、はい、皆さん確か僕の計算によると8月12日です。なるほど、はい、じゃあよろしくお願いしますということで、はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。